おはようございます。涼介です。今日はなんと淡路島にやってきました。前回日本海に一緒に釣りに行ってた鈴木さんと今日は一緒に来てます。はい。今回は、ライトショアジギングということで、少し軽めのこういったジグで、いろんな魚を狙っていきたいと思います。オープニング撮る前に少し朝まずめやってたんですけど、不発でした。まあ、今から、7時ぐらいまでですね、ちょっと地合いやと思うんでいろいろ試していきたいと思います。いやー、いい感じに火昇りましたね。ただちょっと風がきついんですけど、はい、ジグパラの 20g、 これからまずやっていきます。今日めっちゃいい天気になりましたね。最初は雨予報やったんで、まあ、どうかなって思ってたんですけど、まあ、釣り人的にはやっぱり雨とか曇りの方がぶっちゃけいいんですけどね。僕はこのポイント初めてなんですけど、まあ、非常にいいですね。思ったより水深はそこまでなくて、非常に底は取りやすくて釣りしやすいかなと思います。で、鈴木さんよくここのポイントは通っているみたいで、青物、あとサワラ、シーバス、タチウオなんかは釣れるみたいです。釣れたらいいですね。淡路島は僕多分5年ぶりとかですね。なんか手前やっぱりちょっと引っかかりがあるんで、手前はあまりやらない方がいいかも。ちょっと大きめでしっかり底取って誘いかけていきます。難しいな。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。